じゃ、キューガです。あのさ、前なんか公式がなんかちょっとウルトラレア出るかもみたいな、なんかほのめかすようなさ動画僕も出したんだけど、そういうのあったじゃん画像で。今回こちら、マザーウィッチ、あのネクロマンサーのお母さんが新カードとして出るっぽい。やばいねこれ。でこれどういうカードかっていうと、もうなんかエレジャイみたいな感じで、新なんか新しいジャンルで、はい見てください、これマザーウィッチね、みんなよく覚えておいてね。で、はい、これですね、これ待って、そうそう、これが、これ前結局さ、なんかハテナのマークだったんだけど、これね、あ、これですよ。まあ見た目はこういう感じ。まあこの、そんなどうでもいいんだよ。一番やばいのが相手のカードを攻撃する、これは単体攻撃で、攻撃力がまあそこまで高いわけじゃないらしい。で一回攻撃して、まあ攻撃するじゃん。で倒した瞬間に見て、これホグライダーみたいな、なんか謎の豚を生成するんですよ。これどういうことかわかる？今までネクロ、まあ、普通に倒したら普通に倒されてエリクサが散って終わりだったじゃん。だけどこのマザーネクロマンサーは、その相手が死ぬと、ね、猫さん登場した相手が死ぬと、その死んだ死体がホグライダーみたいなのになって、あの相手のタワーに向かっていくと。だからなんか死体がこうなんか生き返って、うん、なんか説明むずいけどそういうことで、ちなみにこのね、豚ちゃんの攻撃力は、まあ、ロイホグに似てるんだけど、別にロイホグとか、あの見た目は、ね、ロイホグに似てるんだけど、あの攻撃力とかはロイホグに、まあ、全然劣るらしい。ちょっと若干弱いみたいな。で、まあ、普通に相手のタワー攻撃しに行きますと。やばいよね。で、何がやばいって、なんと、はい、もうロイホグが自家製で作れちゃうんじゃないか説っていうのがあって、これ下の方にマザーウィッチが相手のね、スケルトンラッシュ、テンテレテンテラネンって打ってくるんじゃん。それをさ、あの、ね、ウィッチ置くわけよ。これでピュッピュッピュッって倒してもらったら、スケルトン1体が全部こいつになるから。やばくね？だから、スケルトンラッシュこれどうなるんっていう。ちょっとだから、今までのクラロワじゃなくなるというか、いい意味で。なんか、何の出来が強いのっていう風になるっていうね。スパーキーデッキと相性がいいとかもわかんないけど、もしかしたらマザーウィッチ主体のデッキが来るかもしんない。はあ、で、まあ見た目こんな感じということで、このね、マザーウィッチは12月7日から使えるのかな？うん。使えないか。出る。アップデートで次は出るらしくて、チャレンジとかでゲットできるらしいと。で、ウルトラレアということで、ちょっとね、キヨキヨのユキチもね、ちょっとついにキヨキヨハウスに招集させて、ユキチ三昧しますかと。いや、わかんないけど。わかんないけどね、ユキチ本当に強くわかんないけど、カンストさして使ったらどうなるのかやってみたいわけよ。なんか久々にこの感じ、久々じゃない。エレジャイ来た時ももちろんワクワクしたけど、この意味わかんないじゃん。エレジャイっては結局ゴブジャイとかに取って変わるんだろうなみたいな、まあジャイの代わりにとかゴレの代わりにかなって思ったけど、これ意味わかんないカードだからこそマジで楽しみだなっていうね。ところで楽しみにしておいてください。クリエイターコード、キヨキヨ、入力お待ちしております。またね、このお母さんウィッチ、お母さんネクロ、このお母さんネクロのね、また先行プレイなど出させていただくと思いますので、ぜひともね、チェックしていただけたらなと思います。トラギ頑張るぜ。今来たね、今ゴールドラッシュも今来ましたね。ということでこのデッキで行きたいと思います。いやー行くか、ちょっと怖い。今日クララ動画2本行きます。行きますね、えい。さあ、いやゴールドラッシュ来た、すぐだからちょっと敵ちょっと弱くなってていいんだよ。よろしく、行きます。よし、いきます。いい手札っすよ。いい手札よ。スパーキーちゃんいいよ。ヒースピ。ヒースピってなんだ？ヒースピ。ロイジャイの可能性あるな。なんか最近このトロタイめっちゃロイジャイ多いんだよね。うおー、なるほど。なんだ？ヒースピ。ゴーちゃん。ゴーちゃんですよ、ゴーちゃん。なるほどね。これ受けて、一回受けましょう。二発ぐらい受けちゃいましょうか。うわ、30サーですか。いや、これはレイジで多分突破できる気がするんだけどな。OK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 。この辺、早めに打っておきます。いや、撃つな、こいつ。オッケー、ナイス、オッケー。で、ガツン入る。これ、エリキとかあんのかな？ロイゴちゃんか。ロイゴスちゃん。オッケー、オッケー、ナイス。やるな。ありがとう。
よし。で、このミニペも処理しなくちゃいけない。これ結構相性いいぞ。三重子相性いいな。三重子の人多分普通に使い慣れてるから、スパーキーの感覚をレイジで崩すのが大事ですね。ハチコススパーキーで。これは多分三重子が来ると予想。逆サイにこうし、なるほど。なるほどね。まあ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 。よし、オッケー。ここでレイジかけて、ここ、オッケー。このタイミング、ナイス。オッケー。オッケー、ナイス。いや、神。ここは、寝る。なるほどね。オッケーオッケー。ロイホグちゃんはでも相性いいっすね。いやー、これキング狙われないでしょ。います。オッケー。うわー、マジか。そっち向くんか。こっちだな。びっくりした。今何が起きたのか分からなかった。右のミニペが行ったんか。右のミニペ行ったんか。オッケーオッケーオッケー。いやー、マジでね、今日ね、昼からこうやってて、最近めっちゃ勝ってるんだけど、勝ち負けが続いててね、いろいろちょっとね、まだデッキが定まってないのがやばいんだよね。このトロ時間帯で定まってないのがやばい。やべえ、6645行ったよ。世界ランキングちょっと9500、世界ランク95行きましたね。95。ちょっと待って、今展開が何人いるんだろう。ちょっと見ておきます。ローラさん展開2300人しかいないの。いやー、きつい。こっから4000人、あと3日でしょ。あと4000か、まあ、4800人ぐらいかな多分。世界で4800人が多分展開いけるんで、頑張りたいと思います。はい、今日もお疲れ様でした。いや、葉っぱ落ちた今。あ、なんでもないっすわ。はい、すいません。ちょ、またね。いやー、67、いや、今日中67いけたらいいな。このトロ上げ動画とかはね、ミルダム、動画の説明欄一番上にあるんですけど、ミルダムで配信とか結構してるんで、トロ上げ配信、ぜひともね、チェックしていただけたら嬉しいなというふうに思います。ということで、今日もお疲れ様でした。さあ、今日のクリエイターコード。もし、あ、じゃあさっき言ったか。もういいや、俺も全部の動画でもう一回言わせれるからね。言っときます。くれたこと、くれたことはこちゃ、くれたことはこちゃ、くれたことはこちゃ。はい、最近全然言ってなかったんで。ご視聴